リンカーン、リンカーン、英語、リンカーンは、アメリカ合衆国ネブラスカ州東部に位置する中規模の都市、同州の州都であり、オマハに次ぐ州第二の都市である。人口は23万6146人、2004年、推計。しかし、郊外の人口が少なく、都市圏の人口は27万8201人にとどまる。リンカーンには、 ネブラスカ大学リンカーン校、ネブラスカ大学がキャンパスを構える。ネブラスカ大学が、市に与える影響は大きく、学園都市としての性格が強い。他州の州都では、オハイオ州コロンバス市やテキサス州オースティン市などにも、こうした傾向が見られる。リンカーンは1856年に、ランカスター村として創設された。1859年には新たに創設された。 ランカスター軍の軍長所在地となった。1854年に創設されたネブラスカ巡州の州都はオマハであったが人口の大部分はプラット川の南側に集中していたため巡州会は州都を川の南側、オマハよりもできるだけ西側に移すことを決めランカスター村が選ばれた。1867年5月1日にネブラスカが 連邦三十七番目の州として昇格すると、エイブラハム・リンカーンにちなんでランカター村は、リンカーンと改名され、ネブラスカ州の州都になった。八百六十九年には正式な市となった。リンカーンは、ニーチ市、日本の広崎市、青森県と、ほぼ同位度にある。アメリカ合衆国統計局によると、リンカーン市は総面積百九十五点キロメートルである。 このうち 193.3km が陸地で 1.9km が水地域である。総面積の0.98%が水地域となっている。気候は湿潤大陸性気候で寒暖の差が大きい。1月の平均気温は低摂氏4.8度、7月の平均気温は摂氏24.7度、年間降水量は 721mm である。 冬の冷え込みは厳しく、過去にはマイナス36.1度を記録している。リンカーンは、ミズーリ川などの大きい川には面しておらず、ネブラスカの大平原の中に都市が形成されている。市の成長は、主に広大なダウンタウン周辺地域の開発による、ものであり、地域の外にはあまり都市圏が発達していない。近年、リンカーン北港の開発は絶滅危惧種である。 ソルトクリーク半妙の生息地域を脅かしている。ダウンタウンを南北に走る通りは西から東へ番号順になっている。また東西の通りは南から北へアルファベット順になっている。市のメインストリートはオーストリートである。オーストリートにはバーやナイトクラブも集中する。R ストリートはネブラスカ大学のキャンパスの南端を通っている。 ダウンタウンの中心となっているのは、セブンスストリート、シックスティーンスストリート、M ストリート、および R ストリートに囲まれたエリアである。また、リンカーンは、スターシティ、星の街と呼ばれている。ロゴは、アルファベットの L の文字5つを星型につなげた、ものである。1980年代初頭に公式にこの別名が、採用され、市当局は、 ダウンタウンの主要な交差点にそのロゴを掲げた。リンカーンの経済活動は、全米の多くの中規模都市同様、サービス業によってなされている。リンカーンの経済を支えているのは、政府部門とネブラスカ大学である。このほか、金融、情報技術、保険、運輸、鉄道、トラックが、市の主な産業である。また、リンカーンは、 チェーンレストラン3社の発祥の地である。市の玄関口となっている空港はダウンタウンの北西約8トルに位置するリンカーン空港である。市の北西を週間高速道路80号線 I-80 が走っている。I-80 はサンフランシスコとニューヨークを結ぶ幹線の高速道路である。オマハマでは約9 0トル 所要1時間10分ほどである。アムトラックの駅があり、人気の高いカリフォルニアゼファー号が停車する。また、ダウンタウンには、グレーハウンドのバスターミナルがあり、オマハをはじめ、シカゴ・デンバー・カンザスシティなどの主要都市へ、バスの便がある。2000年現在の国勢調査で、リンカーン市は、人口225,581人、世帯数94,85、 53,567家族が暮らしている。人口密度は1,166.9人キロメートルである。492.5件キロメートルの密度で95,199件の住宅が建っている。同市の人口構成を人種別に見ると、白人89.25%、アフリカン・アメリカン3.09%、 ネイティブアメリカン0.68%、アジア人3.12%、太平洋諸島系0.06%、その他の人種1.81%、および根血1.99%である。人口の3.61%はヒスパニック、またはラテン系である。同種の9万485世帯のうち、 18歳未満の子供がいる世帯は29.5%、結婚、同居している世帯は46.3%、未婚、離婚女性が世帯主である世帯は9.5%、非家族世帯は40.8%である。単身世帯は30.4%、65歳以上の老人一人暮らしの世帯は8.5%である。 世帯の平均構成人数は2.36人、家族の平均構成人数は2.99人である。同市の人口構成を年齢別に見ると18歳未満23.0%、18から24歳16.4%、25から44歳30.7%、45から64歳19.5%、65歳以上10.4%となっている。 年齢の中央値は31歳である。性比は女性100人当たり男性99.2人である。18歳以上では女性100人当たり男性98.0人である。同志の世帯の収入の中央値は4605ベ米ドルであり、家族の収入の中央値は52558ベ米ドルである。収入の中央値を性別で見ると、 男性33,899ベイドルに、対して女性は25,402ベイドルである。同士の一人当たり収入は29,84ベイドルである。人口の10.1%及び、家族の5.8%は貧困線以下である。18歳未満の10.7%及び65歳以上の6.0%は貧困線以下の生活を送っている。 ネブラスカ大学リンカーン校は、州内各地にキャンパスを構える、ネブラスカ大学システムの本部である。通常、ネブラスカ大学と飲み行った場合は、このリンカーン校を指す。1869年創立の大規模総合州立大学で、140の専攻、275の教育プログラムを持つ。また東京にある、先週大学と姉妹校提携を結び、 交換留学などの交流を行っている。ネブラスカ大学は、キャンパス内に、美術館や劇場、州立博物館を抱えており、一般に公開されている。これらの文化施設は、リンカーンの名所にもなっている。ネブラスカ大学のフットボールチーム、コーンハスカーズは、全米屈指の古豪として知られる。テキサス大学やオクラホマ大学などを抱える。 激戦クビック12カンファレンスに所属し、特にコロラド大学バッファローズと熾烈なライバル関係を築いている。名称トノーズボーン監督に率いられた頃はランを中心とし、地道にヤードを獲得し、勝利を重ねた。1970年、1971年、1994年、1995年、1997年とほ度の全米優勝を含め、 46度のカンファレンス優勝、3人のハイズマン賞、最優秀選手賞獲得選手、NFL にも多数の人材を輩出するなど、輝かしい歴史を持つ名門である。しかし、1997年に、オズボーン監督が、ネブラスカ州選出の会員議員に当選し辞任すると、チームは弱体化した。現在は戦略を大幅に変更し、フロリダ大学など、 南部の競合行動用パス主体の攻め方をしているが、成果は上がっていない。ネブラスカ大学がホームの試合を開催するスタジアムは、キャンパス内にあるメモリアルスタジアムである。2005年現在のスタジアムの収容人数は7万4千人で、あるが、改修工事が進められており、完成すると8万人以上を収容できるようになる。リンカーンの主要な新聞は、 リンカーンジャーナルスター氏である。リンカーンをはじめ、州の東南部17軍で購読されている。リンカーンは、ネブラスカ教育テレコミュニケーションズ社が本社を置いている。その他、3社のテレビ局がリンカーンに支局を置いている。また、リンカーンは、AM3 局、FM7 局のラジオ局を有する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。